トーマス・ミュンツァートーマス・ミュンツァーは、ドイツの宗教改革者、ハルツ山地のシュトレベルク村に生まれる。1506年にライプツヒト・フランクフルト・アム・マインで、進学を研究し、1519年に、マルティン・ルターと知り合い信奉者となる。ルターの推薦でツビッカウの説教者となり、そこで、アナバプテストの労働者と接触し、その後行動を共にするようになる。 ヨハネス・タウラーやエレミア書に関するフィオーレの弱きムの注釈などの神秘主義思想家の著作を研究し、聖職者と金持ちを攻撃し天国の到来を解き、財産の共有を基礎にした社会秩序の改革を訴えたために、スビッカウを追放され、プラハとノルトハウゼンを経て、アルシュテッドに落ち着き、共産主義生活の集落を作り、説教活動の中心地とした。彼の説教は、 農業や林業で暮らす労働者に強い反響を呼び、ミュンツァーは次第に仮想階級の要求を弾圧し、諸侯に妥協しているルターの姿勢を批判するようになる。ルターの側もミュンツァーをアルシュテットの悪魔と呼びつらい、ザクセンの諸侯を先導したが、諸侯はミュンツァーの影響力をはばかり、あえて暴力的方策が取れなかったという。1524年。 西南ドイツに波及した農民一揆に呼応して、ミュンツァーは支持者たちに民衆を圧迫する暴力を倒壊しつつある世界の変化が近づいていると告げた。中林原地方のミュールハウゼン市に行き、その地の民主主義者、ハインリッヒプハイファーと結んで秘密結社を作り、新政府の樹立を図ったが、ルターの所管が市に送られて彼ら二人は説教を禁じられた。 ルターに対する公開討論を望んで、ニュルンベルクへ赴もき、その後ドイツとスイスの国境で、ドイツ農民戦争の最初の兆しを目撃した。南ドイツに滞在して、旧約聖書に基づいた農業改革について説教し、反乱はもはや猶予されるべきでないとの信念を固めた。チューリンゲンとマンスフェルトで革命を組織するために、ミュールハウゼンに戻るが、 ザクセン・ブラウン・シュバイク・ヘッセン諸公の連合軍に敗れ、囚われてプファイファーと共に斬首された。ミュンツァーは、宗教改革の最左翼、ルターの恩恵派に対し、過激派を代表した神学者である。聖書研究にとどまらず、聖書の言葉を階級闘争に翻訳し、農民大衆を理想社会建設へ導こうとした。彼は、体育愛称にして、顔は浅黒く、 髪は黒く、目は炎のごとく、弁絶はそやで、民衆的かつ熱烈、内的衝動に従って行動し、組織の人というよりは、独立不器、傍若無人の人柄と言われる。ありがとうございます。